これからですね、この出来上がったドレッサーにコスメをね入れていきたいと思います。アクリルをね頼んでやっと届いたんですよ。これ特注で口紅の太さとか高さがあるんで、それに合うようにですね作りました。でここにすごい量のコスメがありまして、自分のもともと使ってるコスメもまあちょっとあるんですけど、よくよく考えたら作った後にこれ何個ぐらい入るのかなとか計算してスカスカだとね、なんか変じゃないですか。まあ夫には理解できないって言われましたがなんで使わないやつも買うんですかって言われて、これねエルメスのいつも使ってるエルメスルージュ絶対飾ろうと思って、これ飾りたいんでねドレッサー作ったんですよなんですけど、よく考えたら全然まだまだ入るじゃんって思って、これをメインに飾っていきたいと思います。ということで何から開けていこうかな。トムフォードから開けていこうかな。開けていきます。トムフォードはこのリップライナー全部買ったんですよ。こんな感じでこっちは筆がついてて、こっちは繰り出し式になっております。いい色です。あとこれチークとアイカラー、パウダーアイカラーです。これ使ったことなくて、いつかこういうね、コスメ動画撮りたいなと思ってます。このチークは、美容師さんが使ってくれたので、このトムフォードいいなと思って購入しました。トムフォードのチークです。他のね、チークはなんか廃盤に塗ったらしく、これ一色しかないそうなんですよね。これは、口紅ですね、ルージュ。これも全色あります。はい、これです。全色開けていきたいと思います。トムフォード意外とたくさんあって全部入れました結構あった、ここしかなくてスカスカだと思ったけど、これが全色です。あ、そう、私これシャネルのリップグロスですね。これも全色買いました。とね、立てたら可愛いかなと思ったけど、リップグロスの高さちょっと想定しなかったな。全部口紅の高さなんですよ。いけないことはないけどちょっと広いなでも、どうしようかな。そっちにしようかな。あ、なんかこれもありかもしんない。一番上で。模索中。途中でなしになるかもだけど。暫定。なんか、めちゃくちゃ可愛い色です。可愛いです。後から綺麗に並べ直すので、今はサクサク開けていきたいと思います。これとね、グロス悩んだのが、スープと、ナーズも悩みました。どうやって並べようかな。まあ、でも暫定なんで、あとで並べなくていいので、一回置きます。グロスが出てきました。こんな感じで、開けていきます。このとこ似てる。シルバーとゴールド。シャネルのグロスがたくさん出てきました。グロス何本だっけ？多分一番多いのかな？え、めっちゃいい色。めっちゃ可愛い。生でさ、買い物しても自分が好きなピンクとかね、まあ、ちょっと赤っぽい色とかばっかり買ってたんだけど、こうやってまとめ買いすると使ったことない色に出会えるから、美容師さんに最近ねしてもらったメイクでやっぱチャレンジしない、オレンジとかあと、まあ、青とかもやったし、いろいろやるとメイクのバリエーションもね広がるんじゃないかなと思っております。どの色も可愛い。じゃあしまってきます。まあ、とりあえず暫定なんで、今んとこ上に。あ、なんか一本入らない感じになっとる。悲しい。はみ出して。まあ、今暫定なんでね、2台になるかもしれないし、しといてきます。はい、これがフェイスカラーです。これ、美容師さんにおすすめされたフェイスカラー。これが、なんか大人気で、これをね、メイク動画で一回使ったやつ。どこに置こうかな、フェイスカラーね。はい、こんな感じになっております。こんな感じ。これは3本目の色。あ、これかわいい！かわいい！これ、もうほんと。これ暫定。とりあえず、チークなんで、この一番下の方が暫定ね。あ、でも口紅の方がいいかな。こっちの方がなんか収まりが良さそう。はい、これが最近、発売された口紅でーす。これがね、ここ、このグラデーションが写真で見て、かわいいなと思っちゃった。で、こういうタイプの口紅は、ね、持ってないんですよ、私。あの、エルメスリップも、繰り出し式なんで、めちゃくちゃ可愛い、ね。このタイプの。はい、こういう口紅がいいなと思って、これを
選びました。せっかくいろいろ揃えるんだったら全く違うやつが欲しいなと思って、例えばティントタイプとか、まあ、あとマットなやつとかもいいなと思ったり、クリニック開けていきたいと思います。このチークとっても可愛いなと思いました。これ開けていきます。これ使い勝手も良かったし、ケースも可愛いし、絶対ドレスターができたらもうほんとこれを入れたいなと思ってました。可愛い、プランポップというです。これなんかもうすごく可愛くて、じゃーん、これはブラッシュポップっていうですね。可愛いです、ブラッシュポップ。ということで全部開けました。かわいい。よく見たら、このお花柄と、このお花柄っていろんなタイプがあります。こっち側に並べようかな。チークを並べるために、こっちは考えたんですよ。並べていきます。バッチリじゃん。もう、完璧。上が、何色でとかはちょっと後で考えるとして。うん、こんな感じで、収まりがいい。はい、これはクレードポーボーテです。クレードポーは普段からよく使ってる化粧品になります。ファンデーション買いました。普段ファンデーションつけないんですけど、メイク動画するときやっぱファンデーションいるかなと思ってつけました。台の上にセットできるようです。とっても高級感ありますね。でまず置くとこが決まってないので、今下にちょっと置きます。あ、上でもいいかもな。今香水とかモチーフとか置いてるから。これがメイク落とし。あれ、頼んだっけ、サンプルかも。え、ちょ、特大サンプル。あれ、こんなちゃんとしたサンプルあるんだ。特製サイズです。とこれは、口紅のサンプルも入っておりました。ちょっとサンプルコーナーにちょっと一回しまいます。はい、デコルテのコスメを開けていきます。あ、サンプルめっちゃ入ってる。続いては、じゃーん、アイグロウジェム。これ可愛かったんですよ。これも美容師さんと相談して行ってみました。こんな感じの箱に入ってまして、はーい、こんな感じの中身になってます。この色いいな、冬っぽい、ね、他の色は例えばこんな感じです。ピンクです。全然違うけど、これとこれ両方とも素敵な色してる。ということで、どんどん開けていきます。全部開けました。まあ、ロゴだけ見える感じにして、まあ、ピンクっぽいのがいこうかな。え、でも結構いろんな色あるな。イエローベース系っぽい色からグリーンとかね。あ、これ白です。深い色もたくさんあります。この辺締め色っぽいですね。引き締める。あ、これも可愛い。ちょっとさっきの白のと違いますね。次はこのボビーブラウンを当てていきます。このボビーブラウンはアイシャドウですね。これもすごく良くて、パッケージがゴールドで可愛かったんですよ。これです。こんな感じになっております。可愛い、可愛いでしょう。色もいいんですよ。なのでこのボビーブラウンは絶対いい棚に入れたいなと思って買いました。他の色も使えそうな色ばっかり。例えばこんな色だったりとか、あとこんな色だったりとか、可愛いです。でね、ボビーブラウンを収納します。やっぱちょっと高さが違うのか違和感があって、口紅コーナーに移しました。次、サンローラン開けていきます。口紅です。まだまだ口紅が、トミがすごい可愛かった。じゃーん、こんな感じです。ウォータースティーンです。このタイプのね、口紅持ってないんで、サンローランから選びました。はい、みずみずしい感じです。マスクつけるときにね、いいのかなって。じゃあどんどん開けていきます。開封したらこんな感じでした。こういうね、外から見えるタイプのね、容器ってこうディスプレイするとっても可愛いっていうね、想像したよりね、可愛かったんですよ。で、後ろにね、ライトつけたんでちょうどいい感じに照らされてて。で、次はディオールを当てていきます。これも、なんだろう、ディオールのコスメをあんまり買ったことがなくて、ガッツリと、あ、チャームがついてます。かわいい。かわいいですね。チャームでした。どこに飾ろうと。説明書も入っております。後から読みたいと思います。リップグロス買いました。マキシマイザーと、あとこれアイシャドウですね。アイシャドウは動画でね、撮影して、この時試してね、すごく良かったんで、これ全色購入しました。こんな感じになってます。この色使いやすいですね。こんな感じになっております。今回のこのシリーズはすべて、洋服のね、名前がついてるそうです。
大人気のリップグロス。はい、これです、うん。今回リップグロスはシャネルとね、ディオールを選びました。リップグロスも多分これで今回購入したの全部なんで、ちょっと広く使っていきたいと思います。あと、昔から手持ちの口紅がちょっとあるんで、それも今度ね、収納したいと思います。さっきのディオールのノベルティ、これ、ミラーでした。いやー、かわいい。これミラー。合わせ鏡にできますね。これがあれば、自分でね、ヘアアレンジするときにちょうどいいと思います。とってもかわいい鏡です。あ、アディクション。これも買いました。これはコンシーラーです。これも美容師さんおすすめのコンシーラーで、じゃん。いろんな色がね、入ってるんですよ。ちょっとマットなので、でも内出血とか、張り跡とか、よく私、病院で注射とかするんで、こうやって隠したりします。はい、ではほとんどのコスメが埋まりました。で、今日はね、最後にこの愛用してるエルメスリップをこの中に収納して完成したいと思います。じゃあ一つずつね、並べていきます。このエルメスのリップちょっとね、丸みが太いので、このサイズに合わせて作ったんですよ。で、もうちょっと余力あるんで、もうちょっと太いリップでも入るアクリルになっております。残り限定の6色です。ちゃんと入りますね。あ、むしろちょうどいいぐらいまで6色ちゃんと横に入ります。はい、こんな感じです。そして筆は丸いアクリルに立てました。これは昔から使ってるタイプです。もうちょっとねこの辺アクリルいっぱいね置きたいなと思います。あとこれアディクションのこういうのとかねチークは引き出しにしまいたいと思います。引き出しもねこんな感じでいっぱいあります。何入ってるかな。あ、こうやってエルメスの口紅のねケースとか入ったりするんで、ここは深いんでボディクリームとかドライヤーもいいのかなちょっと思います。メイク道具だけじゃなくてヘアアレンジに使う道具も入れていきたいと思っております。ということで今回ドレッサーが出来上がりました。去年はクローゼットを作ったので今年はドレッサーをね作りたいなと思って家具屋さんと打ち合わせして今回これを作りました。お気に入りのねコスメもすごく綺麗に収納できて大変満足しております。で、今持っている私物もこの中にねちょっとずつ入れていって素敵なドレッサーに完成させていきたいと思っております。ということで今回の動画はこの辺りで、またねー。